はい、こんにちは、水野智子です。今日のギャザリング講座はこちらのフレームに、はい、ギャザリングを作っていきます。はい、ギャザリングで作りやすいように、なんか絵画のように植物がね、植えられたら楽しいかなと思って、オリジナルでお作りさせていただきました。はい、ご注文いただいた方にはお送りさせていただきます。はい、道具のご紹介です。はい、回転台、はい、手洗い用の OK、 手洗い用じゃない、すいません、作業用の OK、 はい、そして園芸用のハサミ、はい、ギャザリングアート水ゴケ、ギャザモスです。はい、植え込み材のマジョルドです。こちらが手洗い用のお水です。はい、鉢底キューブです。そして、はい、ヤシのファイバー、繊維ですね。はい、ヤシ繊維です。はい、そして、はい、肥料と殺虫剤入れた方がいいなって方はご用意ください。はい、でもこちらの、 あのマジョルノの方がね、あの殺菌と、あ、殺菌じゃない、防虫、防菌効果が ありますので、そんなにね虫がつかなくて、あの殺虫剤とかいらないかなっていう感じで私は過ごしています。はい、植物のご紹介です。はい、はい、今日のメインとなるのは、はい、カラジウムです。はい、カラーリーフで今日はユニットを組んでいきますので、目にも楽しく、カラジウムもいろんな色があったり、この線がね、いろんな模様のものがあったりしますので、好きなもの3ポットご用意ください。はい、こちらはランダムでお送りさせていただきます。そしてレックスベゴニアです。はい、レックスベゴニア2種類です。レックスベゴニアは葉っぱが肉厚で光沢があって、とても雰囲気が出るので、こちらの、フレームに入れると可愛くなると思います。丈夫ですしね。はい、2ポットです。はい、こちらが、こちらもカラーリーフです。アルテルナンテラです。アルテルナンテラもいろんな種類がありますが、今回はこちらを用意させていただきました。ちょっと葉っぱの細かいタイプですね。日が当たったりすると、この色がグラデーションかかったりして、色の移り変わりを楽しめます。はい、2ポットです。はい、ちっちゃくて可愛いですね。ユーカリです。はい、グニー系ですね。はい、ミニブルーみたいに見えますね。はい、ちょっと品種名がなかったんですが、まあグニーだと思います。はい、2ポットです。そして、はい、斑入りのプリペットです。まあ、カラーリーフの今日はギャザリングなので、こういう明るい色と、本当動きのあるものを入れるといいかなと思って、このちょっと長めのものを用意しました。1ポットです。これは分けられるに、リュウさんのため刺しリーフなので分けられます。はい、1ポットです。はい、そして葉っぱの、模様ももちろん色もそうなんですけど、葉っぱの形も見て楽しいと思うので、こちらのミスキャンタスも入れてみましょう。はい、こちらは育てるのがとても簡単でね、丈夫なので、はい、何度でもギャザリング組み直しにも使えます。はい、1ポットです。で、いいかな。はい、はい、そしたらベースを作っていきます。ちょっとね、大きめのフレームなんですが、ここの幅大きいんじゃないと思うんですが、植物がね、こう成長してくると、どん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 幅を取ってくるので、フレームがね、見えるようにした方がおしゃれに見えるので大きめにしました。はい、そして後ろの方にですね、こういうプラスチックの器がついています。はい、でここに水はけ用の穴を開けておきました。なので、植え込んだら、こちらの上の方からお水をあげると、こちらから余計なお水が、はい、タラタラと流れ出て、管理がとても楽になっています。
はい、後ろにスタンドがねくっついていますので、こうやってね、はい、自立して飾れます。はい、ここですね、自立して飾ることができます。はい、今日はね4ユニットで植えていきます。はい、フレームギャザリング、はい、カラジウム3種類3ポット、ベゴニア2種類2ポット、レックスベゴニアですね。はい、アルテルナンテラ2ポット、ユーカリ2ポット、斑入りのプリペット1ポット、ミスキャンタス1ポットで4ユニットで作っていきます。はい。まあ、ベースが4ユニットなので、この開口部のところでね、どのくらいのサイズがどんな大きさのユニットで埋まっていくか、自分のご自分の好きで植えていくこともできます。はい、今日は基本4ユニットで作っていきます。はい、ベースを作ります。先ほども言ったように、ここに水はけ用の穴を開けときましたので、はい、一番下にですね、鉢底キューブ、はい、水が含めて酸素も空気もね含めますので、根っこの張りがとっても良くなります。下の方に入れておきます。まあ、多少斜めになりますが、この斜めの状態で入れてあげて大丈夫です。はい、このくらいです。はい、はい、あ、質問があればコメントの方チャットでどうぞ受付しています。すいませんでしたね、一番最初聞こえてなくて、私のねスイッチが入ってなかったんです。申し訳ないです。はい、大丈夫ですかね。はい、なんか質問があればコメントの方メッセージください。うん、待てた、動かないかも。あ、動いた。はい、入りました、聞こえましたって来てます。はい、お願いします。はい、大丈夫かな。はい、そしたら次に、はい、森の土マジョルドです。これは、針葉樹の伐採したものですね。その伐採したものの皮、杉の皮ですね、杉とか、まあ、針葉樹の皮ですね、それをね、あのギャザリング用に粉砕していただいたものです。はい、天然の植え込み材になります。これを、はい、こんな感じで鉢底キューブの上に敷いてあげます。はい、ここで肥料を入れたい人、はい、あとでね液肥をねあげるのもいいと思います。肥料を入れたい人は今のうちにここに入れておくといいです。はい、殺虫剤も入れたい人は入れてあげてください。あのマジョルドの方が防虫防菌効果があって、本当にマジョルド使い始めてから虫と病気に悩まされなくなりました。なので、あの、まあ、入れたい人は入れてもいいんですが、入れなくてもそんなにね虫もあの病気もつかなくなったので、ぜひ、まあ、試してみてください、マジョルドで。はい、はい、たら場所を変えます。ユニットを作ります。はい、まず 下処理をしていきます。じゃあプリペットから分けていきましょう。はい、リュウさんの苗、ため挿し苗です。ポット外して、はい、株の部分を手でこうね揉んでハサミね、いらないです。1本ずつ分けてみてください。はい、よし、はい、こんな感じです。はい、どうしてもな、あの力が入らなくて分けられないって人はハサミを使って、はい、分けてあげても大丈夫です。根っこがついていれば大丈夫です。3、いい苔がついてましたね。この苔綺麗ですね。はい、4、5、6本。はい、6本。はい、そして次、ミスキャンタスいきましょうか。はい、ミスキャンタスポットから外すと土がねボロボロ落ちますが、これ落として大丈夫です。そうすると中の方にね、このプラカップみたいなのが、これと根っこでね
ついてるんですけど、このプラカップ外します。はい、このプラスチックのところにハサミで切れ込みを入れて、はい、プラグカップですね、プラグカップをもう取ってあげます。取ってあげてください。よいしょ、根っこ切らないように優しく、はい、ほぐして取ってあげましょう。プラカップの方はハサミで切れるので切りながら、はい、知恵の輪のようですが、そうすると中にね、2目ぐらい入ってると思うんで、こんな風に分けることができます。はい、そうすると2目使えます。はい、ここにもあったから3目ですね。はい、はい、巻いておきます。そして次にアルテルナンテラ、はい、ちょっと大きくなりましたね。うちの方でね、養生しておいたのでね、結構ボリュームが出ました。このアルテルナンテラは、まあ、下の方でちょっと見える感じで、まあ、ユニットとユニットのね、ふくら、なんて言うんだろう、あんこの代わりになるので、ボリュームがあるととっても組みやすいです。下の方で何目か植わってますので、こうやって手で簡単に、はい、離すことができます。かけてあげます。はい、伸びすぎたらカットしてあげると、また綺麗に葉っぱがどん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 出てきますので、秋まで長く楽しむことできます。分けられるまで分けましょう。無理に分けなくていいですよ。分けられる、簡単に分けられるとこまででいいです。はい、これが2ポットありますので、2つ最初に分けてあげます。はい、ポット外しますですね。あ、カメレオンっていう品種でしたね。はい、アルテルナンテラのカメレオン。はい、こっちも手で土が崩れますので、優しくほぐして開けてあげます。はい、こんなちっちゃいのもね、ありますね。質問があればチャットの方にコメントください。はい、はい、こんな感じです。先に今日は全部分けてあげましょう。消えちゃった。大丈夫、はい、モニターが消えちゃった。はい、そして次ベゴニア、はい、レックスベゴニアです。まあ2種類入れときますので、好きな方入れてもいいし、入れなくてもいいし、はい、好きなのを使ってください。下の方のね、すごくちっちゃい葉っぱは埋もれてしまうので、もう取ってあげていいです。はい、レックスベゴニアも土がとっても柔らかいので、ハサミを使わず手で少し周りの土を落として、はい、下のね、茎の方ですね、下のね、茎のようになってる根があるんですけど、まあ、根性ベゴニアなので、下の方でどん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 増えていくんですね。ちょっとパキって言いますが、簡単に分かれるので、思い切って、はい、分けてみてください。下の方でパキッと、はい、こんな感じです。はい、分けてあげます。もっと細かくね、分けようと思うと分けられるんですが、今日は4ユニットなので、そんなにたくさんいらないので、このくらいで大丈夫です。はい、はい、ちょっとこっちの葉っぱはね、大きめでポイントになるので、はい、こっちも分けておきます。レックスベゴニア、はい、土がポロポロ落ちますので、ちょっと落としてあげて、はい、これは、はい、優しく2目で分かれます。はい、はい、置いときます。手が汚れたら時々洗いながらすると、出来上がりが美しく仕上がります。はい、はい、今日はコメントが来ないですね入ってるのかな、すいません、皆さん声が聞こえなくて。はい、あ、
うんと上の方に。ともこ先生こんにちは。暑い日が続きますね。久しぶりにライブに来れて嬉しいです。あ、ありがとうございます。久しぶりにじゃあ見ていただいてるんですね、ライブね。ありがとうございます。こうせんさんこんにちは。暑いですね、楽しみです。はい、ありがとうございますね。本当関東の方ね、体温よりも高い気温だってニュースでやっていましたが、皆さんお気をつけて、ギャザリングされる時も涼しいところで、はい、ゆったりとされてください。はいはい、そしたらはい、ユーカリも土を落としておきましょう。ポットから外して、はい、手で優しくほぐしてあげます。あんまりね、根っこ落としすぎるといじける時があるので、そんなに無理なく、無理なくでほぐして、長すぎたらカット。はい、このぐらいです。はい、もう一本。はい、奥にユーカリ、はい、もんで、はい、根っこは取らないようにして、まあ、長すぎたらカット。はい、このぐらいです。はい、ユーカリ結構ね、土落としちゃうといじける時があるので、優しく扱ってください。はいはい、いっぱいなってきたけど、はい、次カラジウムです。あ、このギャザリングで出たギャザンドって私は呼んでるんですが、ギャザンドはこのまたね、捨てたりしないで、まあもちろん花壇に入れたりね、寄せ植えに使ったりしていいんですが、マジョルドを同じぐらいの分量で混ぜてふかふかにしてあげると、次のギャザリングでも寄せ植えでも使うことができます。ギャザンとマジョルドを入れると、中性にね、ちょうど中性に改良されて使いやすい、使いやすくなるので、マジョルドを混ぜてまた袋に入れて、次の出番までもしだったら取っといたり待ってあげてください。そうするとまた使える、使うことができます。はいはい、カラジウムです。はい、ポットから外します。カラジウムはまあ見ての通り芋科ですね、里芋科なんですけど、意外と分けやすいんです。ちょっと土を落として、はい、土を落として、ここでね、もう分けられるなっていうのがなんとなく見えるので、これもベゴニア、さっきのベゴニアと一緒でパキパキとちょっとね、はい、力を入れて割ってあげるとパキッと、はい、分けることができます。この離れてるこの1本も優しく離してあげると、ね、こんな風に根っこがちゃんとついてて使うことができます。なのでもう細かく分ければ分けるほど、こうやってはい使うことができます。結構ね、丈夫なのでやってみてください。ちょっとびっくりせずやってみてください。はい、これもちゃんと根っこついてるんで大丈夫ですよ。はい、いいかな。ちょっとこれ不安なのでこのままにして、4名分かれました。はい、違う色、爽やかですね、白もね。はい、外して、はい、土を落として、はい、なんとなく見るともう分かりますね、これとこれで2個に分けられるなって分かるので、パキッ、はい、これで大丈夫です。はい、開けておきます。芋がね、ここにねありますが、これも一緒にユニットの中入れちゃって大丈夫です。はい、そしてもう一色、はい、もう一色赤、はい、目が覚めるような赤ですね。はい、ポット外します。はい、土を手で落として、はい、分けていきます。ほら、結構簡単にポコンポコンと分けることができます。うん、これ4本分かれましたね。はい、
と長いなって思うところはどうせ後でまた長くなるのでカットして短いところだけ使っても出来上がりが短くできて綺麗になります。はい、あまり長すぎたらカットしてあげるといいです。はい、じゃあ全部分け終えましたのでここから4ユニットを組んでいきます。手が汚れたら洗いながら、はい、質問ありましたらどうぞチャットの方にコメントください。誰も今日はコメントがない。ちょっと寂しいですね。これなんかあるんですか？ない、入ってないだけ。はいはい、じゃあ進めていきます。はい、まず一番下の、まあ、上から作ることは無理なのでこのまま立てたまま下から作っていきます。1,2,3,4 って感じですね。はい、ユニット組みます。まずね、アルテルナンテラを持つと、はい、これがベースになってとっても作りやすいのでこのアルテルナンテラのところに植物を他の植物を入れていくようにしましょう。はい、じゃあまずカラジウムとかをアルテルナンテラの、はい、間に入れてあげます。はい、違う色のカラジウム、違う色のカラジウムも足してあげます。人にユニットにね、いろんな形、いろんな色が入ってると楽しいので組んでいきます。はい、根っこの高さは一緒にしましょう。はい、そしてベゴニア、マジョルドで植えるときベラボンみたいにあまりギュッとしない方がいいみたいですが周りにマジョルドを入れるときもふわっと入れたらいいでしょうか。ユニットの周りです。ユニットを入れた後の隙間に埋めるマジョルドですよね。はい、あまりね圧縮するとお水が含めなくなるので強く押してへこむぐらいですが軽く押してもそんなにすぐねへこまないぐらいで入れてあげるといいです。はい、まあ、水と空気がこのぐらいだったらもう含めるだろうの感じですね。なかなか言葉ではちょっと伝えづらいんですが強く押したらへこむけどこうちょっと触るぐらいではへこまないぐらいです。はいはい。ちょっと分かりにくいですよね。はい、すいません。はい、あんまりぎゅうぎゅうに圧縮しない方がいいです。はいはい、ベゴニアです。これもう一個分けようかな。レックスベゴニア、例えば今こっちにじゃあ入れたいかなと思うので下の方のここにも明るい色が入ると、はい、まあ、円を描くようにここに明るい色が入ると素敵かなとかここにこの色が入るととかこのラインが入ると素敵かなっていうのを見てもご自分の好みで作られていくといいと思います。その際ね、大事なのが少ない量でもふんわり見えるってことが大事なのでユニットを組むときにですね、本当ブーケを作る時のように植物をまっすぐこう組むのではなく、はい、こうですね、根っこがこっち、こっち、こう、こう、クロスしながら組んでいくと上のここの面積が膨らんで大きく見えます。まっすぐ縦に横に並べるんではなくこの根っこと茎の境目でクロスしながら組んでいくと上の面積がふんわり仕上がります。なので今下の方にレックスベゴニア入れたいわってここにレックスベゴニア入れたい時はレックスベゴニアをこう入れて根っこを反対側に持ってきます。するとここからここまで葉っぱがあってふんわり見えます。少ない量で、はい、これを気をつけて組んでいくと少ない量でもいろんな植物がふんわり入っているように見えます。はい。
でユーカリは、2本あるので自分のデザインでどこに入ったらいいのか、上だけがいいのか下だけがいいのか、それとも対角線に入ってると可愛いのか。私は対角線に入ってると可愛いなと思うのでこういう風に入れてみます。ただそのうちユーカリもね、どん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 上に向いてくるので、それはそれでね、植物の性質なのでしょうがないんですが、まあ、最初のデザインとして少しこうやって入れてあげると、あの最初のデザインが可愛くなります。あんまりね、特性気にしすぎると、あの可愛い楽しいデザインが作れなくなるので、最初はねデザイン作りだと思って、はい、入れてあげましょう。はい、そしてプリペット、プリペットも6目取れますので、はい、下の方に少し内側にどうしてもこう入れたがる感じですが、もちろん入れてもいいです。あんまり内側内側入るとこの4ユニットの中のここの内側の部分がとっても窮屈になりますので、なるべく外側外側に入れてあげると、植物たちがみんな飛び出て、はい、可愛くなると思います。このフレームのおかげでね、植物が生えますね。はい、入れていきます。はい、そしてもう一つ大事なのが、やっぱりフレームの周りのここの、はい、なんて言うんだろうな、フレームの周りのここの縁の部分ですね、縁の部分にしっかり植物が入っていると、キュッと入っているとここでキュッと締まります。入っていないとここがね、どうしても空間で抜けて見えるので、下のユニットの部分が見えてしまうので、見えないようにちゃんと縁の処理をしてあげると綺麗に仕上がります。はい、なので本当ブーケを作るように丸く、もしくはお外側に向けて植物を組んでいきましょう。ちょっとね、言ってると難しいと思うんですが、やっていくと、あ、そういうことねっていうのがなんとなくわかるので、やってみながら試してみてください。はい、ちょっともう一個下に入れようかな。はい、こんな感じです。根っこの高さは全て一緒にします。そしたら、はい、はい、マジョルドをあんこ漬けのように根っこの周りに入れてあげます、つけてあげます。はい、ユニットができました。はい、そしたら、はい、この入れる、まあ後で入れてもいいんですけど、はい、これですね、ココヤシファイバーを少し取って、ちょっとコマ広げてふんわりさせて、ここの縁に当ててあげましょう。はい、内側はいいです。下の方になるところと、こっちの横の縁に当たるところですね。するとこのままキュッと入れてあげると、はい、縁のところのマジョルドがボロボロこぼれず、はい、収まりがいいです。はい、一つ目入りました。はい、そして二つ目です。だいたいこの開口部が16センチなんですね。なので一ユニットの、はい、ユニットのところが8センチだとちょうど 1,2,3,4,5 きれいに入ります。はい、そしてじゃあもう一回、はい、アルテルナンテラ、はい、そして違うかな、はい、アルテルナンテラ、はい、カラジウム、今ここにカラジウム赤が来たので、もうちょっと爽やかな、じゃあグリーンを、あ、ホワイト、はい、ホワイトをこっちに持ってこようかなと思って、前のユニットを見ながら次どの子を持ってくるか考えると、はい、出来上がりがよく見えますね。はい、でレックスベゴニア、レックスベゴニア、はい、レックスベゴニア、じゃあこっち側に、はい、葉っぱはこっち側だけど根っこは向こう側に行くと、ここがクロスになって、上のこの面積、葉っぱ見る面積がふんわり大きく見えます。
はい、こんなレックスもねちょっと入れとくと、あとでね成長するとすごくね、あのそこのバランスがとってもあのまた面白く見えるので、どん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 入れていきましょう。はい、キャンタス、さっきこっちに入れなかったからこっちにちょっと入れてみようかなって感じで、キャンタスはですね真ん中の方に入るとバランスがよく見えます。あまり端っこに入れるよりも前の方に向けて入れてあげるとバランスがよく見えます。なので真ん中の方に入れてあげましょう。そして葉っぱは広げてランダムに入っているように見えるように広げてあげます。このねラインが涼しそうですよね、入ると。はい、根っこの高さは全て一緒になります。ここでも持てない人は一回ギャザモスで巻いてあげると崩れなくて巻きやすいです。はい、はい、難しそうですね。はい今回の難しそうですかね。まあなんか言ってることはね、あのなんか偉そうになんか言ってる雰囲気ありますが、やってるとね楽しいので、もう自分の思うようにあの正解悪いいい悪いはないと思ってるので、好きなように作って、絵を描くように好きなように作ってみてください。はい、ここが寂しいかな。ユニットをこうやって組み立てていて、なんかここが寂しいなって思ったらここにこうやって足してあげる、なんかここが寂しいなと思ったらこっちに足してあげるっていう感じです。いい悪いは本当にねないので、自分の思い通り、いいは悪いはね、あの根っこの高さをねずらしてしまうと植物枯れますので、必ず根っこの高さは一緒にしてあげてください。ここだけ失敗しないようにしてあげるといいです。はい、1,2,3,3 でレックスとレックス、まあ、まんべんなく入るとねいいですね。はい、マジョルドを根っこのとこで巻いてあげます。はい、それもまたね楽しいです。そしたらゴヤシファイバーをはいちょっとほぐして、私はこう入れたいので、はい、ここにふんわり株元のところにはい巻いてあげます。こんなですね。はい、そしたら自分が入れたいところにはいキュッ入れてあげます。ちょっとこっちがいいかな。はい、キュッ、はい、こんなです。はい、今下の2つが入りました。質問ある人よかったらどうぞ。はい、今下の2つが入りました。なのでここの今度処理なんですが、上にストーンストーンって乗せていくとどうしてもね下の方にあの落ちてしまうっていうか、まあ、圧縮されてしまうので、ここにまずマジョルドを隙間で入れます。はい、今2つ入った時点でここの隙間にマジョルドを入れます。はい、手でつかめるので手でつかんで入れながら、このユニットは深さはですね、はい、この器のとこのユニットの根っこの高さは一緒にしてください。もしくは少し下に下がってる感じがいいです。このフレームより根っこがね前に出てると乾いてしまって枯れてしまいますので、しっかり入れてあげてください。あまり入り込みすぎると今度ねあの根腐れ しちゃうと悪いので、ちょうどぐらいだといいです。はい、マジョルドをユニットの上に乗せてあげたり、ユニットとユニットの間の隙間に今入れています。はい、ちょっと多めに入れています。はい、見えるかな。はい、マジョルドを今上の方に入れました。隙間と上に入れました。はい、そしたらここでまたヤシの、ココヤシファイバーを足してあげます。ココヤシファイバーを取ってふわふわにして、ちょっと長くしてここに足してあげます。そうすると、まあ、こうやって、立てておいてるんですが、マジョルドがこぼれにくくなりますんで、はい、
マジョルドがこぼれるのの防止ですね。はい、ボールバスケットもね、マジョルドの時はこのココヤシファイバーでドドメをします。はい、そうするとこれドドメの代わりもあるんですが、この上に次のユニットが乗るとユニットとユニットが潰れなくていいので、これがまあクッション代わりになりますね。はい、次のユニット、あと残りで2ユニット作ります。あまり多すぎるかなって思う人は、まああと残ったのでちっちゃいユニット作ってね、ちっちゃい鉢に植えてみられてもいいと思います。はい、アルテルナンテラ、はい、そしてここに何が来たら可愛いかな。私はね、右上に結構ねポイントを持っていきたがりなので、はい、この可愛らしいペゴちゃんをここに持ってきたいなと思います。はい、なのでこっちじゃなくてこっちがいいかな。はい、こんなです。そしたらまあ、こことここがあるので、こことここ空いてますよね、空いてるとこを埋めていく感じです。はい、埋めていきます。はい、今白がここに来たので、こっちにも対角線上に白があるというか、まあ、左に白寄せてしまってもまたそれはそれで可愛いかなと思います。どっちがいいかな、自分の好きで入れていきましょう。よし、入れにくいなと思った時はもうちょっとね多めに分けてあげると入れやすいです。そしてさっき右側にグニーを、あ、グニーこっちに入ってますね。なのでグニーこっち持ってきたいので、今グニーは入れず、はい、やっぱりカラジウムと、もうちょっとカラジウム入れますね、多めに。マイクがさ、うん、あ、髪の毛ガサガサしてましたかね。はい、はい、そしたらミスキャンタスも、はい、端っこの方じゃなく真ん中の方に入れるとバランスが取りやすいです。はい、まあ、ここがねフォーカルポイントにちょっとね なる感じがありますね。あとこう上の方に、はい、フレームの上の方に出てると可愛いと思うので、そこに来るように入れてあげます。はい、ちょっとちっちゃめなのはあんまり外外ばかり入っててもバランス取れなくなるので、中の方に少し入ってもかなと思います。はい、はい、そしてレックスベゴニア、上の方、中の上の方ですね。こうやって置くときにどうしてもここが詰まってきてしまうので、今ユニットを作るとき、ここに重点を置かず、なるべくここをぐちゃぐちゃさせず、上の方、外側の方にリーフを入れていくと、成長した時ももう少しね一回り大きく見えてバランスが良くなります。はい、よし、はい、アルテルナンテラで端の方をきれいに、はい、縁の方ねきれいにして、はい、こんな感じですかね。はい、これ一つのねユニットでもねとっても可愛らしいと思います。はい、涼しそうですよね、カラーリーフで。はい、はい、これで一ユニットです。このままねガラスの器とかにね植えてしまっても、まあジョルト 100% でガラスの器に植えてしまっても成長しますの、成長するっていうかまあ持ちますので、それもねやってみてください。はい、そしたらここに入れる前に、ごめんなさい、はい、ココヤシファイバーをもしゃもしゃさせて、ちょっとほぐすとねふわっとしていいです。はい、はい、フレームの縁になるところに当ててあげます。首のところ、ここに当てるんじゃないですよ、ここ根っこの部分に当てるんじゃなくて、
根と葉っぱの間です。間に、はい、襟の部分、襟ですね、襟のところに入れてあげます。襟になるところですね。そしたらキュッ、はい、キュッ、はい、入れてあげます。はい、こんなです。はい、そしたら最後一つですね、残り全部でもいいし、まあ、多すぎるなと思ったら違うユニットで組んであげてもいいと思います。まず一番最初に持つのはアルテルナンテラです。アルテルナンテラのところにリーフたちを入れていくとバランスが取りやすくなります。持ちやすくもなりますね。これがまあんこの代わりになるんですが、この間に入れていこう入れていこうって思うと、はい、こんなになると可愛いかな、こんなになると可愛いか、はい、入れるところを見ながら入れていこう。そうすると、はい、ここでユーカリ入ると対角でこっちに入ってこっちに入るので、なんかバランスがよく見えますね。はい、ユーカリ入れます。はい、ちっちゃなキャンタス、はい、前向けて入れようかな。根っこの高さ全て一緒にしてください。はい、でレックスベゴニアは中の方入れちゃうと見えなくなりますし、かげってしまいますので、なるべくちょっと背低くても外の方に向けて入れてあげると、これから葉っぱが大きくなって出てきます。はい、こんな感じです。はい、ちっちゃい子もね、いたので外側の方に入れてあげると日が当たって成長します。はい、これで全部入りました。はい、マジョルドで根の部分を、はい、あんこ漬けのように周りに、はい、ここヤシファイバーで、まあ、この側面のところにこう来るようにね、はい、それを見越してこのユニットの、はい、くびれの部分ですね、くびれの部分に最初にもつけてあげます。後でね、つけてあげても全然問題ないです。はい、そしたらここに、はい、入れてあげます。ちょっと回してどこがバランスが良くて可愛くなるかなを見て、はい、かな、はい、こんなでどうでしょう。はい、今4ユニット入りました。はい、そうしましたら後ろの方を見ますと、はい、こんな感じでここからね入れやすくなってます。下の方は最初のあの半分入れた時にもマジョルド入れたので入れなくていいです。あとは上から見えるところの隙間にマジョルドを入れてあげてください。あとでね、あの液肥とかやるときもね、ここからあげると簡単にあげることができます。このあれですよね、マジョルドの詰め方ですよね。あまりねこうやって圧縮してギュギュ詰めないです。私は軽くこう押すぐらい、はい、でこうやっても沈まないけど、こうやれば沈む、強く押せば沈むけど、軽くこうやっても沈まないぐらいに入れておきます。はい、はい、口のギリギリまでマジョルドを入れてあげていいです。はい、そしたらまたここヤシファイバーで、ここにね隙間がありますので、ここねちょっと埋めてあげるとマジョルドが前の方に漏れなくて、はい、いいです。これで土留めをしてあげましょう。はい、これで出来上がりです。後ろはねずっとこんな感じで、なんかここにもね植えたくなるんですけど、まあ、お水やりがねここから簡単にできますんで、はい、これで、はい、正面から見るとこんな感じです。なので少しずつここヤシファイバーをまあ入れながら
していく、ココヤシファイバーとマジョルドを入れながらしていくと、最後にねこう詰めなくていいので、あの出来上がりがとっても楽になります。もうできた途端も出来上がりみたいな感じになります。あとでねなんか詰めようと思うとなかなかこう入れられませんのでね、立ててるから、はい、立ってるのでね入れられないので、作り上げながら上の方までユニットを入れていくようにしましょう。あとはバランスを見て植物をこっち切ってこっち切ってとちょっと誘導してあげると、はい、良くなります。またね数日後になるとあの植物もあの日に向かってバランスよく綺麗にお顔を向けますんで、また雰囲気が少しずつ変わっていくと思います。はい、いかがでしょうか。はい、出来上がりですね。大きく見えますね。はい、植物で絵を描いたっていう感じですかね。模様を作って絵を描きましたって感じです。はい、またあの葉っぱも成長してくるとね、下の方の葉っぱが茶色くなったりしてきますので、そういうのはこまめに取ってあげてください。はい、お水やりです。ちょっと待ってくださいね。はい、これちょっとちっちゃいか、これを今お水やりをしてみますね。ここに、よいしょ。はい、ここからね出てきますので垂れます、お水が。なので今お外じゃないのでちょっと桶を置くんですが、お水入れてくるの忘れたんで、ちょっとお水入れていきます。あ、入れていきます、忘れちゃった。はい、お待たせしました。はい、はい、マジョルドのここですね、縁に少しずつ溢れないように入れてあげてください。マジョルドがね染みてない時は一番最初ふわっとちょっと浮いてきてしまうんですが、何回かね細かくやってると、あ、ここ移してください。はい、水がはけるようにあのワックスの方かけてありますんで、水が木が吸わないのでこうやって流れ落ちます。はい、はい、たっぷり乾いたなと思ったらこうやってあげると、で水が切れましたらまた玄関先とかね、まあ室内でももちろんいいんですが、お水やりの時だけこのお水やりをしていただいて、水が切れたらお家の中でも日当たりのいい風通しのいいところで飾られてください。はい、半日陰で耐える植物たちなので、直射日光の暑い直射日光の当たるところは避けてください。はい、お水やりはこんな感じです。最後のマジョルドの入れ方の加減よく分かりました。ありがとうございました。あ、よかったです。はい。本当はね、ここね、触れればね、みんな分かりやすいのかなと思うんですけど、ちょっとね、YouTube だとそういうわけにもいかないんで、はい、やってみてください。はい。お水が切れますので、ちょっと今お水切ってるの。はい、最初に作った見本なんですが、はい、だいぶ落ち着いてきました。葉っぱもね、しっかり大きくなってきました。たまにね、液体肥料などをあげて管理してみてください。黄色くなった葉っぱなどはこまめに取り除きましょう。はい、もう一度、はい、お花の紹介です。はい、はい、こちらがカラジウムです。まあ、ガーデンカラジウムって呼ばれてますね。小さめに作られてるカラジウムを選んでください。こちらもカラジウムですね。いろんな色のカラジウムがあります。はい、カラジウムです。はい、そしてはい、レックスベゴニアです。はい、でユーカリ、はい、ちっちゃなユーカリです。はい、こちらがミスキャンタスです。はい、こちらが斑入りのプリペットです。これはね、あの庭木にもなりますのですごく丈夫でね、はい、何度も繰り返し使えるリーフになってます。はい、ウイジのリペットです。はい、そしてこちらがアルテルナンテラのカメレオンですね。名前の通りいろんな色が出てきますので、こ
り変わりを楽しまれてください。で、終わりかな？ですね。はい。はい、こんな器にね、こんな風に植えてみるのも楽しいかと思います。これから玄関先などね、彩ってくれると思いますので、カラーリーフ、お花がなくてもね、夏もカラーリーフを楽しんでください。あまり暑いところに直射日光に当てておくと葉っぱが焼けてしまうので、半日陰に置かれてください。じゃあやってみてください。明日からじゃ発送させていただきます。はい、ありがとうございます。